はい、どうも皆さんこんにちは、みざです。明けましておめでとうございます。ということで、まあ1月1日、まあ、新年ということはすなわちですね、まあどうなったかと言いますと、これからのグランブルーファンタジー2020年11月号ごめん1月号が公開されるということで、もちろんね2022年のね1月1日、2022年年が変わるよりもやっぱ優先度が高いですよ、僕からすると。はい、ということでこちらのこれからのグランブルーファンタジー2021月号を見ていきたいなというふうに思います。まあ1月といえばやっぱりでかいのはクビラの最終上限解放がまあ告知されるよっていうところと、あと古戦場があるかな、まあそのあたりをちょっと重点的に見ていきたいななんていうふうに思うんですけれども、シンダラですね、こちらの方出てきました。菊池の皆様明けましておめでとうございます。プロデューサーの木村です。ということで、まあ基本的にね、昔は大昔はこれぐらい全部木村さん書いてたんだけど、まああの1月以外は最近はスタッフの方、まあ、あの1月とかグラブルフェスとか、まあ、でっかいやつ以外は基本的にスタッフの方が書かれてて、まあ、1月とかこういうなんかでっかい時はそのプロデューサーとかディレクターさんとか、ディレクターズレターも来るんだよねグラブルって、まあ、あの1月はだからディレクターのなんか振り返りみたいなって、福原さんがなんか記事を書く、ブログ記事を書くみたいなのあるんですけど、それは昼からぐらいかなだったかな、うん、みたいな感じでございますわ。プロデューサーの木村です。2021年12月11日12時に開催いたしましたグラブフェス2021につきまして、たくさんの方にご覧いただき本当にありがとうございました。2020年に引き続きオンラインでの開催となりましたが、コメントやファンアートと様々な形で盛り上げていただき、運営一同大変嬉しく思っております。来年もグラブルより一層盛り上げることができるよう運営一同慢心してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは今月のアップデート予定をご紹介いたします。2022年迎春スキセットが販売中ですと、うん、でこちらの方ジャンルでは僕もちろん全部買いました。正常潔白白振袖、潔白振袖でこれが、金が絢爛で、なんだっけ、戦場に上がる初朝日、戦績に滲む初朝日でこれが、復古随走羽織バカマ、これ復刻のやつですね、去年出たやつだね。でこれが随花繚乱振袖、うん、でこれが朱交わりし白割烹ということで、で、マスキンセットが再販もされております。で次ゼノディアボロス撃滅戦開催と、1月8日よりイベントをゼノディアボロス撃滅戦を開催いたします。でゼノディアボロスの変更点としましては、EX スキルがまあ追加されるっていうところと、あとデモンアドボケイト5凸ですね。デモンアドボケイト5凸は熱いと思ってて、まあ、まず奥義効果が、ね、強化されそうで、現状の奥義効果って紅葉効果を付与するとかなので、まあ、それが強化されると、まあ、ワンチャン熱いっていうところもあるんですけれども、最近ね、アプサラスですね、ジョブのアプサラスが強化されて、まあ、割とメイン武器としてワンチャンあるかな。デモアドボケイトってもともとメイン武器として優秀なポイントがあって、自分の HP が減れば減るほど、主人公の HP が減れば減るほど味方全体の火力アップっていうサポアビがあるんですよね。なので、まあ、そこら辺考えるともともとメイン武器としても優秀だから、5凸を考えると結構熱いのかななんていう風に思っております。でイベントトレジャーの交換対象アイテムが追加されて、で、決戦星の古戦場、次ですね、決戦星の古戦場が開催されます。1月15日よりイベント決戦星の古戦場を開催いたします。敵の属性は光属性で、なんかこの古戦場のロゴかっこいいね、暗闇に滲む初朝日、関係ねえか。闇属性の編成を強化してイベント開催をお待ちください。光属性の闇有利ですね。で敵はアルテミス、これは告知済みで、次前回からの変更点、ここが新しいところになるのかな。グラッチチャンクなどの獲得量増加、おお。何度ヘルの自発に必要なトレジャー、グラッチチャンクが EX や EX プラスから今までより多く入手できるようになります。また同様に EX と EX プラスから一定確率でゴールデンタイラントが出現するようになります。ゴールデンタイラントはグラッチチャンクのみをドロップする特別な敵となっているため、討伐することで多くのグラッチチャンクを獲得することができますということで、いやグラチャン増えるのはでかいですね。というか、まあヘルの自発に結構ね、肉集めにかなり時間がかかってたんで、うん、まあ俺大体2万個、1万5000とかぐらい集めてたかな、多分。なんだけど、まああのグラッチチャンクを集めるために8時間、まあ大体10時間ぐらい、3日合わせて10時間ぐらいは、まあ肉集めに費やしたような気がしますけど、うん。もうちょっとやってるか。でも12時間ぐらいかな、多分やってる気がしてたけど、まあやっぱ肉集めにそれだけやるっていうのは、まあ結構時間がかかってたんで、それが短くなるっていうのはすごいありがたいですね。
で、トレジャーと戦火ガチャ演出の変更、2021年末に開催されたイベント年々再々キノコタケノコ合戦はお楽しみいただけたでしょうか。イベントの勝利派閥をたたえ、今回の決戦落ちの午前中では何度ヘルの自発に必要なトレジャーと戦火ガチャを引いた際の演出を変更いたしますと。まあタケノコが勝ったということでね、私タケノコ派ですので、はい、仲良くしましょう。スリ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 と似たような感じでございます。で、ミニテノスラプソディが復刻開催されますって告知と、次バブイルの塔、これも告知されてましたね。1月24日古戦場終了後よりイベントバブイルの塔が開催されます。新たに13層14層2つの階層が追加されます。前回開催時に使用した専用編成クエストのクリア順を引き継がれた状態で挑戦することは可能ですと。で、あ、イラストが出てるね。光属性キャラクタークビラに最終上限回路を追加いたしますということで、クビラですね。これがなんかまあシルエットだけ出てたんだけど、まあついにイラストが出たっていうような感じかな。うん、まあ、こちらのクビラの最終上限解放は月末のシナリオイベント、まあ、1月の末のシナリオイベントってあれなんですよね、12神将会議とか、まあ、そういった12神将もスポットライトを当てたイベントになってると思うんだけど、まあ、そこで、最終上限解放が追加されるんじゃないかなと思います。まあ、月末になるのかな、うん、さらに下記12種類の武器に最終上限解放が追加されます。ほう、来たね。チャーミングブルーム、これミランダ先生かな。で、ベルファスト、これが、火の一種になってるね。で、次ブロッサムアックス、これベインだね。で、ベスチャン人形、これバンピー&ベスだね。で、エムブラスクデミクロン、これが、土属性のベアトリックス。で、バーベル、これフィオリトかな。で、同時切りヤスツナ、これが、アズサナルメアのね、なんかライバルで、もう一人ディスティニーダックル、おお、これはあれですね、翼のライバル、ショーですね、ショー。いや、これは熱いな、宿命でディスティニーダックルがついに4突実装か。で、これが君と僕の桃色水平線、これ光ルナールかな。で、コールブランド、これが、アーサーですね。で、ライトニングシュバルツ、これが、闇属性のアルベールになってますね。で、ミミングバゼラード、これが、ゼヘクか。うん、まあ武器スキルについてあんま記憶ないけど、ライトニングシュバルツは奥義効果で感電を持ってたのは覚えてるな。他の武器はあんまり記憶にないような気がするんですが、ディスティニーナックルですね。まあこの中だったらやっぱディスティニーナックルは今現在でも使われてるから、4突が実装されるだけ純粋にパワーが上がるんで熱いかなっていうところはあります。だから何にせよ新しめの武器が多いので、4突が揃ってない人多いんじゃない。僕はなんならミランダ先生持ってないし、4突とか全然揃ってない武器が多いから、まあ今後いつか4突したいなと思いはすれど、まだできそうにないですね。で、次ドロップアップキャンペーンが開催されてます。行く年来る年キャンペーンが開催されてます。うん、これはそうですね。で、グラブルニューイヤーキャンペーン、1月5日よりグラブルニューイヤーキャンペーンを開催予定ですと。うん、まあ、このラインナップ見る限りそんなにこうあれですね、まあ、割とこう今まで あのキャンペーンが終わりまして、なんかロスタイムみたいなキャンペーンかな、普通の基本キャンペーンって感じがありますね。詳しくは1月4日公開予定のお知らせをご確認ください。で、ウィンターミッション、これすでにあるやつだね。1月22日、スカイスコープの期間限定ミッションとしてウィンターミッションに挑戦できます。1月5日までなので忘れないようにしておきましょう。で、詳しくはウィンターミッション開催のお知らせをご確認ください。まあ混合とかね、SS レア確定チケットがもらえるから熱いですね。次、金河新年キャンペーンが開催、1月1日より金河新年キャンペーンを開催いたします。まあこれはね、12神将が引けるチケット、12神将とかワンチャン引けるチケットとか SR 以上確定チケットとか配布されてる気がするから、結構熱いイメージがあるね。うん、で、新たなエクストラポーズが追加されます。グラブルフェス2021のメインビジュアルを新たなエクストラポーズとして追加しますということで、こんな感じの、ここら辺がねバラバラになって見れるみたいですね。で、装甲の奇跡交換の装甲の奇跡、誤飲と違うんだね。誤飲と違うなんかラインナップが、なんか今グラブルフェスで公開されたのが装甲の誤飲がなんか一定個数に達すると増えますみたいな、一定個数に達するとそのトレジャーがもらえますよみたいなやつを追加する予定ですって告知されてたんだけど、それとはまた別に装甲の奇跡交換のラインナップが調整されますと。新たに追加されるのが、まあ、でけえのはメテオライトになるかね。俺の中ではメテオライト、
交換に必要な走行の軌跡の引き下げをするトレジャーは栄光覇者、うん、でグラブル VS 情報と、で羊メガネ、俺はねバブさんの方がいいな、これちょっとなんか印象薄くなっちゃうかもしれない。俺なんかこっちの黒いビシッと決まる方が好きかもしれないですね。グラサイキッチン、ほうほう、ということでいかがでしたでしょうか。さて来るグラブル8周年まであと2ヶ月ほどとなりました。グラブルフェス2021で発生したものを含め運営一同皆様にお楽しみいただけるよう様々なアップデートの準備を進めてまいります。ぜひお楽しみにお待ちいただければ幸いです。今年も引き続きグランブルファンタジーをどうぞよろしくお願いいたします。ということで、今回の、やつでしたけど、まあ、新情報としてはこの武器がでっかいんじゃないですか。この武器の部分と、まあ、あとクビラの最終上限解放へ、まあ、あとはあれですね、古戦場の調整でグラッチチャンクの獲得量増加が入ってるっていうのは新情報になってるので、面白いなんか楽しみな部分になってるんじゃないかななんていうふうに思うんですが、はい、何ですよね、まあ12月にあった告知だけではなく、追加のアップデートもあるっていうような感じになってました。今回はまあどうなんだろうな、1月、まあ、ついに古戦場が来るんでね、まあ、ちょっと準備とかはがっつり進めてガチでね、とりあえず無課金武器は揃えておきたいななんていうふうに思う昨今でございますが、皆さんもね、まあ、もし古戦場までの目標などありましたらぜひとも下のコメント欄に書いてみてください。まあ、武器とかもね新たに追加されたことによって環境も変わるんで、まあ割と素材とかは出揃った感があるんで、あとは自分がどうするかって感じですけど、俺はどうしよっかな、ギレンとか、まあとりあえず天井して考えようかななんていう風に思ってます。そんな感じでございました。それじゃあ皆さんまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。